ラジオネームトゥーパンプさんです。パンプさん、夜というテーマ。あーさん、じいさん、のんさん、おはからです。おはから、おはから。のんさんはいない。いない。日本で生活をしてありがたいなと感じるのが、夜一人で外を普通に歩けることです。地球規模で考えると、うん、夜間に外を一人で歩ける国ってそんなに多くないのです、うん、海外で暮らした経験がある人ならどれだけ日本が平和で安心して暮らせるかわかると思います、うん、幸い私は経験していませんが、日本の隣の国で私が暮らしていた地域では、夜中にタクシーに乗ったら山の中に連れて行かれて、すっぱだかにされ、全てを奪われて置き去りにされた日本人がいました。タクシーすら信用ができないわけです、うん、夜中に若い女性が一人で歩いてコンビニで買い物が普通にできる日本は本当にいい国だと思います。私は感謝しています、うん、確かにらしいね。こんなに安全な国はないみたいだね。ねえ、まあね、まあ犯罪もあるけどね。うん、そうね。自販機とか驚くみたいね、海外から来た人。自販機、うん、自動販売機がいっぱいあるじゃない、どこ行ってもあるしさ、うんうん、もうこうじゃほらぶっ壊されてさ、お金取られたりとか、まあほとんどないよね。あの自動販売機を壊す人がいる。自動販売機とかないよね、うん、あ、そうなんだ。海外行ったことないから分からない、まあ、アメリカしか行ったことないけど、うん、お店のトイレなんかだってさ、鍵借りないと入れないっていうところがほとんどだしね、鍵かかってんだよ。わあ。だからね、お店の人に言って鍵を借りないと。そうなんだ、うん、その鍵にね、なんかね、ハンドル付きのペットボトルのでっかいやつあるじゃない、うん、ああいうね、なんかでかいものがくくりつけてあってさ、うん、ガソリンスタンドでトイレ借りた時にびっくりしたよ。へえ。洗剤の容器みたいのがさ、針金で縛ってあって鍵に、持ってかれないようになんだろうけどさ、うん、そのぐらい危ない国なんだね、うん、そっか。じゃあ日本は当たり前じゃないね。ね、当たり前だと思っちゃいけない。いけないね、うん、感謝だな本当に、うん、ケツの毛まで抜かれてしまうぞ外国では。